ますね。ん？調理用ラップを、うん、伸ばして、プラスチックのコップにセット、そして、ああ、何か美味しいものを作ってくれるのかな。料理じゃないんですよこれ。料理じゃないんですよ。じゃあ何？あ、鶏を生まれさせるための作業です。え？これこの状態から。そうです、この状態から生まれます。本当です。ヒヨコがピヨって生まれてくる。実は彼女たちはこちらの高校の生物部。なんとラップを使った方法で世界初、殻なし卵からヒナをかえすことに大成功。海外の研究者も注目しているんです。顧問の田原先生に話を聞いてみると、透明な容器でヒヨコになるまでがもう全部が見えると。しかも生きた状態で誕生まで祝える。どう変化していくか分かります。早速その様子見せてもらいましょう。とその前にちょっとクイズ。皆さん、ヒヨコになるのは卵のどの部分か知ってます？卵、いやもうねえ、卵黄、黄身の、ね、黄身じゃないですか。正解は卵黄ではなく、これ直径わずか3ミリの胚盤です。実はこれがヒヨコの元なんです。では卵を温めましょう。3日目。うわー、すごいね、動いてる。早くも心臓が生まれて動き始めました。うわー、うわー。5日目。いや、すごい。先生も思わず、素晴らしい映像だな、ね、え、すごすぎ。さあ、では卵全体を見てみると、卵黄が随分とビッグサイズに。卵白はほとんど見えなくなりました。そうこうしているうちにどんどん成長して、すごいな、手羽先だ、手羽先だ。21日目。本当に殻なし卵からヒナが帰っちゃいました。すごくない？こっちだよ、おいで。おお、来たか来たか。